どうもでです、えー、受受験験を終えたた皆様様お疲れ様でした今日は3月14日に投稿してますので、えっと、大学の国立二次の後期がね残っている方とか、えー、結果待ちの方もいるかもしれないんですがちょっと本日投稿させてくださいで今日は受験を終えた皆様にちょっと思いを伝えたいことがありますでちょっと思いい伝えたななのでで編集なしで きますのでちょっと多少具だったりとかな同じ話してんなーっていうことがもしかしたら起こるかもしれないんですがえそこはちょっとお許しくださいちょっとかみましたねそんな感じになりますけどもよかったら最後までお付き合いください。で何を伝えたいかっていうとですね今年もありがたいことにえ YouTube のコメント欄だったりとか Twitter のリプ DM とかメールに、えー、とたくさんの受験結果報告をいただきました。 で第一志望にね、受かって、喜びに溢れたメール、掲示板のさ、こう、とっちゃめとってくれて、丸つけて、これです、ありがとうございました、とかね、送ってくださる方とか、まあ、写真普通にね、送ってくださる方とか、いらっしゃったんですが、もちろん、逆もあって、えー、第一志望にうまくいかなくって、で、うん、悔しい中でも、前を向いてね、こういうふうに考えてるんで、ここでは頑張ります、みたいな。で、書いてくださる方もいれば、もう人生終わりです、と。 もう生ききててててる価値ないって努力してきたことは全てが無になりました無意味でしたみたいなふうに書いてる方もいらっしゃってでなんかいろんな思いがあるんですよね。で今回自分が伝えたいことっていうのは全員が全員にこう刺さるというかこう響く内容ではないと思うんですけどでも新しい門出なんですよ皆さんにとってね新しい新生活が始まるところなのでその中でやっぱりこの言葉は覚えておいてほしいなっていうのが ありますのでそれだけお伝えさせてくださいで何かっていうとまあ、これは youtube でも何度も言っているので普段動画見てくれてる方はねまた言っとるよってね思うかもしれないんですが、えー、どこに行くかよりも行った場所で何をするかの方が何倍も大事ですこれは学校だけじゃなくて会社とかでも言えることだと思います人生の中でどの場面でも言えるんじゃないかなと私は思ってます。つまり。 えっと、第一志望がじゃあ A 高校、A 大学だとします。だけど、うまくいかなくて B 高校、B 大学に行くことになりましたと。で、もちろん第一志望に行けたっていう方が、ま、えっと、満足度とか自分の自信にもなるし、モチベーションも上がりやすいです。ですけど、この行った場所で、例えばグダグダな生活をしてしまったりしてしまったら、行った場所で何かをするっていうのがやっぱり大事なので、この高校、この大学に入ったっていう事実はありますけど、 その後に繋がるかって言って、やっぱ繋がりにくいんですよね。でも、第一志望じゃない B 高校、B 大学、行った場所は願った場所ではなかったとします。でも、例えば、ちょっと言葉が悪いかもしれないですけど、A 高校に受かった奴ら、A 大学に行った奴らよりも、充実した3年間、4年間にするぞって、そのために何ができるかをしっかり考えて自分のスキルアップ、レベルアップをしていくんだぞって、そうやって頑張った方、行った場所で奮起して頑張った方っていうのは、 同じ3年後同じ4年後が経った時にやっぱり自分のの持ってるもの武器ってているもも武器うう数も全く違うんですよねだからもちろん行った場所っていうのは特に大学なんていうと学歴社会とわまだね未だに言われるのでどこどこ大学卒業とかね,ねどこどこ大学に行きましたっていう事実としては変わらないんですけどでもやっぱり喋ったり話したりしていく中で分かりますもんその人がその場所で何をしてきたんだろうなってどういう思いだったんだろうなって。 だから、えっ、ー、と、行ったね、場所のその事実は変わらない。でもよく過去は変わらないって言うんですよ。過去の、その行くって場所の事実は変わらないですけど、その後どうするかっていう選択をすることによって、みんなが3年後、4年後にどうなってるかは誰にもわかんない。っていうか、みんなが選択権を持ってることだから、そこはやっぱり改めて大事にしてほしいです。自分も37年間、もうみんなの2倍以上生きてんのよ。<laughs> ねで。生きてきた中で、 うん一番希望したところにならなかったことなんて多々あるしでそこで腐りそうになったことももちろんあるしあるけどでもいいつももも思うのは腐っても何も変わらないんですよねで、まあ、さっきとねちょっと話がかぶってしまうんですがもう一個伝えたいのがその過去に起こった事実は変わらないでもその事実の意味を変えることはできるっていうのが私の持論なんです。どういうういこととかっていうと その過去で、じゃあ第一志望に行けなかったっていう事実は変わらない。でも、後々振り返って、例えば3年4年経って、もっと先行こうか。社会人とかなった時に、あの悔しかった気持ちを持って、3年間過ごした高校生活、4年間頑張った大学生活があってよかったなって。だから、あそこで第一志望に受からなかったことも悪くなかったよなって思えるかどうかって、今と未来の自分に選択権あるじゃないですか。 だって今こうやって YouTube やってても <laughs> いっぱいあるんだもんうまくいかないこと本当にねでもそのうまくいかなかった時自分の希望通りにならなかった時っていう時にやっぱりそこで何を選ぶかによって自分の糧になる自分にとってプラスになるのか自分の足を引っ張るのかは選ぶことができるよね間違えるなよ自分っていつも思いながら生きてます だから今、この動画を見てくれてる方の中で、受験がうまくいかなくて、例えば、やっぱり大学でね、大学受験で、浪人が決まった方とかっていうのは、一番心がしんどい時ですよね。前を向こうと思っても向けねえんだよって。ね、いろいろ否定しちゃうし。そう。だけど、やっぱりそういう、そういう時期なんだけど、なんでこの話してるかっていうと、いつかは早くそういうふうに思ってほしいんですよね。早く切り替えて損することって絶対ないし、 そうでやっぱり自分を責める癖ってついちゃうとどんどん責めちゃうんですよ。自分がやってきたことを否定する癖もそうです。だからそこから脱却するきっかけになってほしいなと思ってうっせえなーって思う気持ち出てくるかと思うんですけどそう思われてもいいんです私は。いいんです。でもそれこの言葉がいつか、えー、1週間後2週間後1ヶ月後か分かんないけどみんなにとって背中を押してくれると信じてるから今回ね喋らせてもらいました。なのであの第一志望に受かった方もそうだよ。行った場所で 受験は通過点だから、ゴールじゃないからね。行った場所で何をするかのがもっと大事だから、せっかく自分が一番行きたいというところに行けるんだから、そこでどんだけレベルアップするか、どんだけスキルアップするか、どんだけ素敵な人間になるかっていうところを、えっと、しっかりね、考えて、新生活、迎えてもらえたらと思います。はい、ということで、すいません、バーって喋っちゃいましたが、ここまで聞いてくれてありがとうございました。えー、最後に改めてになりますが、本当に受験お疲れ様でした。 えー、ちょっとタメ口になっちゃって失礼かもしれないんですけどよく頑張ったね本当にやっぱり受験の辛さっていうのは受験をやった人間にしか俺は分からないと思っていてで俺もこれでもね一応大学受験頑張った人間なのでで私立もバンバンバンって落ちてね国立前期も落ちてで後期だった人間だからやっぱしんどさはそれなりに分かると思っているのであの言わせてもらいました。本当にお疲れ様でしたその うまくいった方もうまくいかなかった方もそこで努力したものっていうのは無駄じゃないです。でも自分で無駄って決めちゃったら無駄になっちゃう。だから意地でも無駄って思っちゃダメだよ。無駄なことなんてない。自分のか何かしらのプラスになってる。その意味をつけるのはみんな自身だからその思いを持って新生活迎えてもらえたらと思います。ということで本当にここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週の動画でお会いしましょう。それじゃあまたねバ,バイバイ今週も一週間頑張りましょう